では始めてまいろう。清洲城紙芝居。本日は清洲会議編じゃ。さて、この紙芝居は昔ここ清洲城で実際に行われた清洲会議のお話じゃ。はじめに、どうして清洲会議が行われることになったのか、そこから始めてまいろう。ところで皆は、愛知が生んだ戦国時代の三英傑はご存知かの。若い順に行くぞ。江戸幕府を開いた徳川家康、百姓から天下人となった豊臣秀吉、若い頃は木下藤吉郎と名乗ったんだそうじゃ。さあ、戦国の世の三英傑、残る一人は分かるもの。分かる方いらっしゃいませんか。はい、その通り。正解です。天下布武のスローガンを掲げ、戦国の世を駆け巡ったあのお方、織田信長公じゃ。後に第六天魔王と恐れられた織田信長公、実はここ清洲城に深く関わりのあるお方なので、もう少し詳しく話しておこう。まずは幼少時代、1534年戸畑城にて生まれ、わずか3歳で城を与えられたそうじゃ。若い頃は腰にひょうたんをぶら下げ、奇妙な振る舞いと服装を好み、尾張のうつけ者と評判になったそうじゃ。やがて美濃の斎藤道山の娘、濃姫殿と結婚、父信秀殿の急死により家督を継ぐことになる。1555年21歳の頃にはこの清洲城の城主となり、天下をこの城から目指したんじゃ。1560年桶狭間、今川軍2万に対しわずか3000の兵で奇襲をかけ、見事大将今川義元を討ち取ったという桶狭間の戦いは聞いたことがあるかの。その後、今川軍に属していたあの徳川家康とここ清洲城にて軍事同盟を結ぶ、かの有名な清洲同盟じゃ。さらに1568年には足利義昭を奉じ上洛し、紀代を制圧、以後浅井、朝倉、武田などの対抗勢力を次々と滅ぼして天下統一事業を進めたんじゃ。ではここでちょっと面白い信長公の豆知識。まずはみんなも知っている金平糖、日本で初めて食べたのが信長公だと言われておるんじゃ。バナナやワインもそうじゃ。また楽一楽座を開き、活気のある街づくりを目指されたんじゃ。さて、前置きが長くなってしまったが、なぜ清洲会議が行われたか、ここからじゃ。時は1582年6月、あの本能寺の変が起こる。猛烈攻めの羽柴秀吉の救援のため、明智光秀らを出陣させ、信長公は京都本能寺に入られた。お供はわずか100名余りで就寝中、なんと家臣の明智光秀軍に攻められる。自ら弓槍を取って戦われたそうじゃが、最後には寺に火を放って自害したと言われる。嫡男信忠殿も命を落とし、織田家を継ぐ者がいなくなってしまった。家臣たちは信長公の弔い合戦に立ち上がる。先陣を切った羽柴秀吉軍と明智軍との山崎の戦いじゃ。羽柴軍には丹羽長秀、池田恒興も参戦し、見事羽柴軍の勝利。明智光秀はわずか10日余りの天下で命を落とすことになる。仇討ちも終わり、この後織田家はどうなるのか。いよいよ清洲会議が開かれることになる。召集をかけたのは織田家筆頭家老である柴田勝家殿じゃ。勝家殿は本能寺の変の時、越中で上杉攻めの最中ですぐに戻ることができず、この弔い合戦では遅れを取り、内心焦っておったようじゃ。会議に参加したのは山崎の戦いで一番功績を挙げた羽柴秀吉、池田恒興、丹羽長秀の3人じゃ。ここに勝家を加え、清洲会議の四宿老と呼ばれる4人じゃ。会議の議題は何といっても誰が織田家を継ぐかじゃ。嫡男、つまり長男である信忠殿まで失ってしまった今、その候補は次男信雄殿、三男信孝殿の2人じゃ。さて、いよいよ会議が始まった。勝家が言った、後継者は三男信孝殿がふさわしい。勝家は何としても信孝殿に後を継がせ、織田家の中では力を維持したい。しかし、次男である
信勝殿を差し置いて三男を後継者にするのはいかがなものか。信勝殿といえば芸能分野に秀でているものの、武術や知略といった面ではいま一つ。確かに信孝殿の方が織田家のためかと思われた。少し待たれよ。そう言って突然秀吉が席を立った。しばらくして奥の部屋から現れた秀吉の肩には小さな子供が乗っている。このままでは解決の道はない。ならば信長公のお孫信忠殿のご子息であられる三法師様はいかがか。勝家殿は驚いた。なぜなら三法師様はわずか3歳。秀吉殿は続けた。わしらは織田家のこれからについて話し合っている。じゃがよく考えよう。すでに織田家の家督は信忠殿が継いでおられた。つまり信忠殿亡き後、それを継ぐのはこの三法師様が一番じゃ。常置は秀吉を見て、確かにその通りじゃの。池田常置を自分の味方だとばかり思っていた勝家は焦った。そして長秀を見つめた。長秀殿は悩んだ。なぜなら自分の意見で世継ぎが決まってしまう。勝家殿とは盟友、信孝殿を押してやりたい気持ちもある。一方秀吉の話は正しい。しかしこのままでは秀吉がますます調子に乗り、この織田家を思いのままにするかもしれん。しびれを切らして勝家殿が言った。丹羽殿、この柴田と羽柴殿どちらを選ぶ。もちろんわしであろう。これを聞いた秀吉は、おやおや、勝家殿は織田家の家督をわしと勝家殿の争いと勘違いされておるようじゃ。三法師様を立てるということは我々家臣が一丸となって幼い殿を盛り立て織田家を守っていこうということですぞ。勝家殿、違いますか。勝負ありじゃ。このやり取りで長秀殿の心は決まった。秀吉殿の言う通り、三法師様を皆で盛り立てよう。こうして幼い三法師様が織田家を継ぐことが決まりました。清洲会議では信長公の後継ぎだけでなく、信長公、信忠殿、そして謀反を起こした明智光秀の領地の分配も話し合われたんじゃ。どのようになったかはそちらにあります六角パネルをご覧くだされ。この会議の後、秀吉殿、勝家殿の対立は強まっていき、この年の終わりには二人が直接戦う賤ヶ岳の戦いが始まります。翌年3月には秀吉殿の勝利となり、勝家殿は妻のお市の方と。ちょっとそこまでじゃ。勝家がどうなったかは皆さんそれぞれに学んでいただきましょう。さらに戦国の世は織田信勝殿、徳川家康連合軍が羽柴秀吉軍と争う小牧長久手の戦いへと続いていきますが、そのあたりはまたの機会に話すことにしよう。本日の紙芝居はこれで終了。清洲会議や戦国の歴史についてはいろんな方が様々な物語として伝えておる。だから少々違った話を他で聞いてもそこはあまり気にせぬように。そして清洲会議についてもっと詳しく知りたいという方はこちらの三谷幸喜殿の本もぜひ読んでみてください。もう読んだ方もいらっしゃるかもしれませんが、そしてね、映画もこちら始まっておりますので、そちらもぜひご覧くだされ。そしてそちら奥にございます茶色のパネル、清洲会議前後の出来事についてまとめてありますので、そちらも一度ご覧いただきますと分かりやすくなっているかと思います。そしてこちら先ほど紹介しました六角パネル、それぞれ領地の分配に合わせまして全てのパネルこちらめくっていただくことができます。こちらめくっていただきますとそれぞれ武将のプロフィールにもなっておりますので、こちらもぜひご覧ください。そして最後こちら、ただいま紙芝居にも出てまいりました清洲会議の四宿楼でございます。こちらぜひ皆さん記念撮影に使っていただきたいんですけれども、顔が閉まっておりますので、こちらもぜひ皆さん顔を出して記念撮影使ってくだされ。そしてこの後11時より1階にございます芸能の間というところで大角組とともにライブを行います。そちらもぜひご覧ください。それでは大変長くの付き合い誠にありがとうございます。これにて清洲城紙芝居終演。